皆さん、こんにちは。それではですね、今回はですね、10になる組み合わせを使った足し算、引き算についてご説明していきたいと思います。えー、まずはですね、えー、と前回やった、まあ、復習も兼ねてですね、まず空番の上に1と置いてみましょう。足すときは親指ですね。では、次、こちらに9を足してみようと思います。しかし、見ていただければわかると思うのですが、残念ながら上の玉1つ。 下の弾は3つ。つまり、8しか足すことができません。では、ここで、9は何で10になるかっていうのを考えてみましょう。そうすると、9のペアは1ですね。そしたら、そろばんの上ではこのように弾きます。9は1で10なので、1を取って、隣に親指で10。こうします。わかりましたでしょうか では同じような考え方で次は2足す8をやっていきましょうまず親指で2を足してみましょう続いてこちらに8を足したいんですが残念ながら見ていただければ分かるように上の玉は1つ下の玉は2つつまり7までしか足すことはできませんでは8はどうするかというと8は2で10ですねそうすると同じく人差し指で2で ただし2を取って、隣の親指で10。こうなります。では、あと3つのパターン。これを同じくやっていきましょう。次は3たす7をやっていきます。同じく親指で3。しかし次、次6までしか足せません。7はどうするかというと、7は3で10。3取って10。いいですね。では、同じく今度4、4たす6をやっていきます。 まず親指で4。続いて、残念ながら、もう上の玉1つ、つまり5までしか足すことはできません。では6はどうするかというと、6のペアは6は4で10ですね。そうすると6は4とって10。ここも大丈夫そうですね。では最後のペアです。今度5、5足す5をやっていきたいと思います。はい。ではここで前回やったことを覚えていますでしょうか 上の玉、5玉を使うときは、足すときも、引くときも、そうです。人差し指を使うんでしたね。では、同じくまず5を足してみましょう。ここで、5。残念ながら、下は 4, 4までしか足せません。ということは、5は何で10かというと、5は5で10ですね。そしたら、5は5を取って10。こういうことになります。では、続いてはですね、今度、引き算についてやっていきたいと思います。 では、この状態から今度、続けてやっていきたいと思います。ではですね、じゃあ今度、ここから5を引きたいと思います。でも残念ながら、1の位で今、何もない状態ですね。そしたら、何もない状態の時は、大きい10の位から借りるという考え方を用います。で、今、こちらから5を引きたいので、5は、先ほどやってたように、5は5で10でした。ことは、10取って、5お釣り。 というふうになります。わかりましたでしょうかでは、同じような考え方で、他の4つのパターンもやっていきたいと思います。ではですね、またこちらに10を置いていただいて、今度こっちからから6円を引いていきましょう。しかし残念ながら6を引くことはできません。では、6は何で10だったかというと、6は4で10でしたね。そしたら、10取って4を釣り。10引く6はこういうふうになります。では、同じく。 今度、また10に戻して、今度こちらから7を引きます。しかし残念ながら7は同じく引くことはできません。そしたら7は3で10でしたね。そしたら10取って3を釣り。こういうふうになります。では、あと2つ。また10に戻します。今度こちらから8を引いていきましょう。8は残念ながら同じく引くことはできません。そしたら10から借りて、10取って2を釣り。はい。では次ラストですね。 また10に戻します。今度こちらから9を引いていただきたいんですが、9を引くことはできません。そしたら9は1で10でしたね。そしたら同じく10取って1を釣りに。というなことになります。いかがでしたでしょうか何かわからないことがあればコメント欄でご質問いただければと思います。次回はですね、今度何で5になるかという組み合わせを用いた足し算引き算についてご説明していきたいと思います。